こんばんは。こんばんは。牧師が一人でボソボソ話すパスターズ Vlog です、今日のこの不思議な画面はですね、ソーシャルディスタンスを保つためにあるアプリを使って iPhone のこっちと向こうとで映してるんです。これ相当離れてますよね。2メートルぐらい、2メートル、そうですね、2メートルぐらい離れてますね、はい、なので安心です。今日は聖書を一緒に読みました。読みました。はい、ゆかさんです、はい、今日は学びでどんなことを、聖書からどんなことを思わされたんでしょうか、教えてください。はい、今日は、イエス様の言葉なんですけれど、いつとかどんな時とかということはあなた方の知るところではありません、それは父がご自分の権威を持って定めておられるのですという御言葉を学びました。この御言葉多分出しますか、その頭の上ぐらいに出しますので、はい、で私は、長い間、いろんな占いに行くような、ことが多かったんですが、聖書の御言葉を学び始めてからは少しずつ行く回数が減り、今では本当に気がついたらあれもう行ってないなという人生になっています。より頼むのは占いではなくて御言葉です。皆さんの心にも御言葉がしっかりと宿りますようにと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ最後にね、はい、あなたにキリストの祝福がありますように、はい、それを聞くためにね、皆さんこう最後まで待ってるんですよ、はい、早く言えごめんなさいっていうふうにね、多分いや皆さん多分ね、もう47人のチャンネル登録者の方たちがうずうずしてね、はい、待ってると思うんで、はい、心込めて、はい、3、はい、あなたにキリストの祝福がありますように